はようございます。3月22日火曜日です。本日の水揚げ状況は結構ありますね。こっち大きいね。天台もうねすでにできた。まあ久しぶりに本当にこれはレンズ立ち動いてます。もうねみんな手切ってないの。綺麗ですねこれは。これでかいね。あ、でもいいです。はい、白身。はい、好きですね。おーい、アコ。はい、これは黒添いですね。ああ。こう。はい。はい、それと。どうも。おはようございます。3月23日水曜日です。本日の水揚げ状況は今日は少ないですね。結構いい方のあ、まあ厚みがありますね。まあまあいいですね。これはねもう昨日生かし込んでたやつですね。これは刺身してみたい。はい、今日は綺麗だね、ほら。久しぶりだね。ちょっと無理ですね。モンスター久々の。はい、コウイカは今日は。はい、こちらスズキ。おお、タイが。こらでかいね。おお、久しぶりだね。おはようございます。3月24日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。まあ、ああ超えてますね。あら、800グラムぐらいあるんだ。そんなもんなんじゃろうな。約7キロ。綺麗な昆布だよねこれ。あ、いいね、赤いか。あいつですね。でかっ。わー、綺麗だね。はい、どうも。おはようございます。3月25日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですね。とあー、立派だねこれ。かわいいねこのタコ。これでかい。これうわー、これよく超えてる。今んとこ山盛りの宮。
うわすごい。本当本当。はい、今日は仙崎から韓国。おはようございます。3月26日土曜日です。本日の水揚げ状況はとても少ないですね。ないんですが少しだけね、タコが少し、はい、キンキ。よかった。はい。ああ、しらす。わあ、これは丸いね。はい。おはようございます。3月28日月曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。はい、こちらには結構いいサイズのヒラメが。もうフグですね。ですね。まああんまり大きくはないんですけどね。まあそれでも。どうは。はい、こちらビタサバ。仙崎の実ですね。今日はね、山陰側でブリが結構いろいろ上がってますね。はい、また惣菜に生ホタルです。毎日ね。ワタリガニ、ホラマズラハギ、ここが。はい、金目鯛入ってます。おはようございます。3月29日火曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですね。でかはヒラメですよ。おお、これ立派だね。もみだね。おお、立派だね。これでかいね。でっかいねこれ。キジメの天然だ。ああ、すごいねこれ。何、ムキムキこれ。ふっと。こちらにもね、たくさん鯛が。おはようございます。3月30日水曜日です。
本日の水揚げ状況は少なめですね。まあ水曜日ですからね。ヒラメ、おお、あ、結構出てきましたね。おー、これ太いね。おはようございます。3月31日木曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。ちょろっとだけヒラメ、なんか昨日と同じぐらいですかね。綺麗だね。うーま。はい。おお、これ立派な。おはようございます。4月2日土曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。いいサイズのカサゴ、3キロから4キロどうでしょうかね。今からまだもうちょっと出るかもしれませんね。はい、今日もビタサバ入ってます。はい、これはいっぱい。ああ、そうそうそう。うん、横江町。あ、大きな鈴木。こいつは。はい、持って4球4番。はい、4番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 。はい、おはようございます。4月4日、月曜日です。本日の水揚げ状況は、結構いいですね。
ンと1個だけ。すごいですね。量の。はい、タイが出てきましたね。うわー、立派な泡だよね、これ。入ってまーす。じゃあ、久しぶりだから、入れときましょう。おはようございます。4月5日、火曜日です。本日の水揚げ状況は、多いですね、今日も。なかなかいい調子です。ありますかね、このデカさ。ねえ。はい、おこでです。はい、ナコ、おー、はい、ヒラソとサワラですね。あー、結構、OK、はい、カナガシラ、はい、キンメバル、アマテガレ、これ結構濃いだ。はい、メダ、はいはい、タイですね。ナイリとか、はい、またこれでかいね。おはようございます。4月6日水曜日です。本日の水揚げ状況は、今日は少ないですね。カツキは出たのかしら。でかっ、あ、これいいですね。はい、釣り場ですが、ちっこい。もう毎日見かけるようになってみたいですね。これメバル、カサゴ、タコ、ワタリガニ、カシャね、ヒラメ。すごいね、これでか、すごい量の数字が出てきましたね。はい、はい、アギのアマダイ、でかっ、物がつ、はい、今日は一つ。おはようございます。4月7日木曜日です。本日の水揚げ状況は、まあまあですかね。はい、すごい大きいね、これ。まだね、出荷が続いてますね。おお、重た。これだったね。だね。キンキンです。赤いか。ございます。ちょっと可愛い。ね、こいつが。はい、またね、ブリが少し。はい、金目。おはようございます。4月8日金曜日です。本日の水揚げ状況は、結構いいですね。
い、今日も大きなトラック。どうすか、次第です、これが。こちらは鈴木。サバ、トビウオ、いいサイズです。はい、これはすごいね。かわいいな。ああ、水が少ないですね。うん、これ4月です。はい、同じ前じゃないですよ。おはようございます。4月11日月曜日です。本日の水揚げ状況は、今日は少ないですね。寒いとか全然いいんじゃないでしょうか。あー、これあっ、サバビリビリです。でっかいね。おおはま関係ないやな。さあ、ちょっとね。ちょっとこれ狙ってみようか。またでかいのが出てきたねえから、いつもなく大きくなりますからね。はい、プリプリっすね。おはようございます。4月12日火曜日です。本日の水揚げ状況は、そんなに多くはないですね。あ、だいたい北回しやすい、やっぱ気象じゃん。おー、これすんごいでかい。あー、これま、さっきのな、すだれ。こういか。まだまだね、まばらですけどね。はい、今日も。よく超えてますね。やっぱり海は綺麗じゃなきゃ、ね、はい、すいません。はい、じゃあね、これ昨日入りました、水揚げされた極太天然ぶり、今日ねこれをさばいてね、お刺身にしていきたいと思います。これね、本当言うとね、生でね見てもらいたいんですけどね、とにかくすごいですよ。太さがもうすごいっていうかね。降りた。おー、すごいすごい。動くないっすよ。なんじゃこりゃこりゃって感じやね。すごい。はあ。いや、すごいよ、この油はやっぱりね。身の色もいいし。おー、すごい。すごい。あー、上手におろすしょうじゃん。はい、カブトムシ。おはようございます。4月14日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。よかったです。いいね、いいサイズです。でかい。
はい、ヒラメ下手なダジャレ、ね、小物でもね、今日もね、おお、暴風でかっ。はい、タケノコ、はい、ハム、おお、ほらほら、おお、赤いもずらっと、これタケノコの、こちらにもサバがありますね。エビスライ、おはようございます。4月15日金曜日です。本日の水揚げ状況は、少ないですね。昨日やっぱりね、天候がね、不気味です。いいな、はい、セリバですが、白ミルがサバ入ってます。わずかです。こちらちょっと、タコ来ましたね。大きなタイル、0から5キロぐらい、よしよし、すごいでかい。おはようございます。4月16日土曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですね。でかすごいね、入ってます。あー、いいね。はい、丸切る魚、いいね、丸いね、はい、コンバイバイぐらい、でかおはようございます。4月18日月曜日です。本日の水揚げ状況は大量ですね。もう朝の段階でね、ほぼほぼ、こりゃ多いです。いや、すごいね、もうすでに面白い。マズラ、あーよっ、はい、厚みがすごい、はい、大きなサワラ、サワラでかいね、はい、こちらもコウイカが、うわぁですけど、もうちょっと超えるといいですね。おー、でかい、おー、あー、すごいね、これイサキもね、入ってますね。はい、久々に今日はね、マグロ入りましたね。よかったです。
おはようございます。4月19日火曜日です。本日の水揚げ状況は、今日も多いですね。いきなりでっかいヒラメ、すごいねこれ。はい、今日は、はい、本格、はい、鳥取、ちょっと小さめやけど、ヒラメ、ヒラメ、ほら、おー、これまあまあいいですね。うわー、なんか縁起げーね。だね、すごい立派な、おーい、あおりやね、22キロ、ヒラマサ。おはようございます。4月20日水曜日です。本日の水揚げ状況は、まあまあですね。まあまあですね。まあやっぱり少なくても、はい、こういか、はい、タコ、あ、マゴシ、ニシガ、ウトエビ、タイラ、サラもね、デンチ、おお、結構ねイカシモンが出てきましたね。はよ、ヒラメだね。あ、これもいいですね。何台ぐらいあるんじゃないこれ。あ、大きいね。少し。意外とのかよ。あのか千の千のかいくぜ。あのか千円のか八百円のか四百円頑張るぞ。おはようございます。4月21日木曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。3台ですね。コブちゃん、これすごい、 2. 何本あるの、大きい。あ、2キロぐらい、2キロちょっと、あ、すごいね。これは大持ちぬが釣り立ち、いいです。はい、すげえでかい。いいね。今年はヒラメも、うん、大きな頬を、はい、はい、マジで、はい、今日もヒラマサ入ってます。ふっといっすね。おはようございます。4月22日金曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですね。まあ昨日はね、結構大きめの、タイは取れんかね。
ーすんごいモンスター級が出てきましたね。あーこのぐらいあるといいんだけどね。竹のこれまあまあおはようございます。はい今日もタレチチちょっと甘手にも似てるんですけどね。大きめの甘だよね。ではね、うっかりあるよね。